はい、3月12日日曜日、マイコースのリゾート奥添寺エリアからですね、撮影をしています。時刻は1時半になりました。天気は晴れで、そんなにでも汗がこうダラダラ出るほどでもないですね。まあ、動けばやはり汗ばむんですけども、で雪はですね、それに伴って緩んでいるんですが、下地が結構しっかりしてるんですよね。こう滑られてる方の足元を見てもそんなにこう埋まってる感じがないのがわかると思います。わかりますかね。もうぐさぐさな感じじゃないんですよね。しっかりこうエッジ板を立ててもこうエッジが噛むような感じで、でこれ奥掃除エリアに限らずですね、長峰エリアもう一番下の緩いコースのところまでそんな感じです。でまあもしかしたら龍安、スノーセメントを巻かれている影響もあるかもしれませんけれども、まあ、実際のところはちょっとどうかわかりません。まあ、いずれにせよ、非常に滑りやすい、転んでも、あとは痛くない、雪質になってますね。で、思いのほか、思ったより、真っ白いですね、雪が。もう少しこう、汚れですとかね、多いものかなと思って、まあ、ダメ元でそこまで期待せずに来たんですけども、ちょっとついつい長居をしてしまうほどですね、奥添寺エリアかなり、まあ、私としてはコンディション非常に、いいですね。で、一番上のコース、ぐんぐんコースだったかな、間違いなかったですかね、なんですけども、名物のコブ斜面、で、まあ、例年コブのラインがこういくつかできるんですけど、今年は上から下までですね、一本の綺麗なラインがこうできてまして、私もちょっと記憶にないんですよね。上から下まで。だいたい切れ目があったり、うん、まあ途中でですね、ラインが消えていたりするんですけど、もうどういうわけかというか、まあ作られた方が頑張られたのか、まあたまたま、いい感じにこう繋がったのかちょっとわかりませんけれども、本当に綺麗なコブのライン、久しぶりに見ましたね。まあ年々ですね、やはり、スノーボーダーの方がこう、まあ比率としては多くなってきてますので、まあ各スキー場、まあコブ、名物のコブ斜面っていうのが、まあ少なくなってきてる中でですね、久しぶりにスキーしたくなるような、攻めたくなるようなですね、コブ、まあ溝コブ、バンクコブ、まあいろいろまああったんですけども、行きたくなるようなコブになってましたね。はい。ということで、本当に久しぶりに来ましたので、で、ここから、こう撮影したのもですね、多分もう2年ぶりくらいですかね、この YouTube 始めて、初年度ぐらいにここで立って、撮影はしたんですけど、昨年多分してなくて、本当に久しぶりだなと思いながら、ちょっと懐かしみながらですね、今撮影をしてみました。はい、ということで、今日の舞妓の様子でした。以上。